松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。プレゼントが届いてるよ。これで終わりだよな。味方を出すか。残り22周。ケオタ、はい、オータムハンデで負けてしまいました。どこに出すかですね、次を。ちょっと聞いてよ。パトナー調教。体重はバッチリだね。気象穏やかだからそんなに。お、嬉しいか。もう無理じゃないのか。通常調教やった方がいいですね。な、道悪以外しかカバーできるものないしな。スピード言うても1200だからな。お、いいじゃないの。いい感じだね。はい、何です？これで出れる？ベストバ、あ、ベストバ体重増えた。悩ましいところかな。ハンドオメガステークス。はい、何です？1.3 倍、一番人気、グリグリ。ただいまより投票受付を開始します。負けられない戦いがここにある。淀の坂越えを
各馬がどうこなすかにも注目です。さあ飛び出した12頭まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。アドマイヤコマンド先頭、その外からは11番ワヤドライディング、3番プロビナージュが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか、ホエレビクトリー、それから圧倒的な人気のカタノダスカ大注目です。内を通ってユニバーサルバンク気を集めております。ダノンバラード、その後ろ3馬身くらいあって1番大新プラン、外を通って8番マカニビスキー、9番オータドラゴン、5番ダンスインザモア、それから4番トップゾーン、徐々に差を詰めます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノダスカ大歓声も後押ししているぞ。さあ先頭はマヤノライジンが2馬身リード、パタノダスカが捉えるか、向きが飛んでいる。パタノダスカ止まりだしたけどな、でも動かない。これ襲いかかる1着11番マヤノライジン、1番人気のパタノダスカが2着負けるか。気を取り直して次行こう。もうおとなしすぎたとは謎理論。11番馬がレースから帰ってきたね。私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーっていい仕上がりだね。よしよし、ちょっと聞いてよ。どうかな。よしよし、どんどん調教するんですけどね。穏やかと大人は違うのかもしれない。ねえねえ、お、いいじゃないの。お、嬉しいか。よしよし、うん、金牌か。出て行きたいな。あれ、いなくなった。後藤弘樹が、そっか、いなくなったか。一泊が面白そう。はい、何です。中山なんで我慢ってもらいましょう。1.4 倍、断トツを1番に。ただいまより投票受付を開始します。他はですね、丸の印は割れてますね。コスモファントもやったんで11番か。コスモファントも、あとはエンジン G ラインあたりも美味しいな。ほぼ一本株になってますが、本当に勝つことはできるのか。
中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。中山金杯 2000m、 まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのは11番コスモファントム、エイシンジーラインがそのうちにいます。8番イケドラゴン、12番カタノダスカ、7番アドマイアコスモスがこれを見るようにしていっています。3番トップゾーン、5番ダイワファルコン、外を通ってミステリアスライト、そしてその後ろから1番アクシオン、その外からは10番エクスペディション、そしてそのうちに2番ネバブション、1番後ろにフィデラリスト。もう一度先頭から行きますと、コスモファントムがわずかに先頭、それからもう一頭エイシンジーライン、そしてその後ろからイケドラゴン。注目は何といってもカタノダスカ、圧倒的な人気、バラけたレース展開であります。7番アドマイアコスモス、そして6番手に3番トップゾーンであります。ダイワファルコン、その外ミステリアスライト、アクシオン、外から1頭エクスペディション、内を通って2番ネバブション、外を通りまして4番フィデラリスト。先頭は依然としてコスモファントム、エイシンジーライン、ほとんど馬体が合っています。中山のスタンドが揺れています。ピンクの帽子コスモファントムが先頭、間からピンクの帽子カタノダスカ、エイシンジーライン懸命に追う先頭、内藤コスモファントム、カタノダスカが襲いかかる先頭、内田博一とカタノダスカ、フェデラリスト懸命に追う、ここでは負けられないカタノダスカ、恐れ入ったカタノダスカ、一着ロントマー強い、いやーこれはすごい、ようやく重賞初制覇、殿堂入りを決定ですね。声が上がってる。1着12番、2着11番、3着4番以上のように確定しました。まだまだ先は長いよ。残り15周。どうしてみんなスタミナ求めるの？体重戻しきれなかったね。感じだね。ということで、はい、何です？3500万いきましたね。ようやく、あ、でも中日新聞杯で取ってるのか、重賞初勝利じゃないですね。実以上走れないとな。はい、何です？安定はしてるんですが勝ち身に遅いって感じではないでしょうかね。あと中山が得意、最近のはみんな中山得意だからな、なんとも言えないですね。はい、何です？ねえねえ、はい、何です？you
なんでこんなスタミナなんだろう。気合十分だね。体重はバッチリだね。はい、何です？反動が出ないタイプだから順調に調整ができそうということで、まあ、使い詰めできるタイプってことですね。はい、ということで11戦7勝残り14周、そろそろ上のレースにも挑戦していかなければなりません。 G2 以上が辛いからな。まあドバイターフしか G1 出てないんだけど、ということで実はもう少し上のクラスに挑戦していきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。スタホースポケット、今まで遊んだ動画プレイリストに記録しております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケットお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。